皆さんこんにちは。税関 YouTube チャンネル横浜税関放送局司会の中山です。みんなのアイドル麻薬探知犬のカスタムくんだよ。横浜税関放送局では税関に関する素朴な疑問に私やカスタムくんが体を張って取材を行います。今日はどんな質問が届いているのかな。何何？テレビの番組で税関のお仕事を知りました。空港では夜遅くまで違法な薬物など日本に持ち込めないものを見つけるお仕事をしているということは分かりました。でも同じように港でも夜遅くまでお仕事しているっていうのは本当ですか？だってカスタムくん、確かに空港では昼夜関係なく飛行機が飛んでくるから夜遅くまで仕事しているね。中山さんは港のことは知っている？私も港についてはよくわからないんだよね。室長、どうしましょう？お、カスタムくん、今回は取材よろしくお願いします。え、僕一人で行くの？不安だわ。でも質問をしてくれた西澤くんのために体を張ってきます。行ってきまーす。監視部取締り部門がある大黒島出張所に来たわ。早速職員と合流するよ。早速今日取材に対応してくれる職員の方を紹介するよ。小沢監視官と細川さんだわ。監視官の小沢です。よろしくお願いします。カリンの細川です。よろしくお願いします。こちらこそ、取材よろしくお願いします。まず、小沢監視官から自己紹介をお願いします。はい、平成16年入管の小沢です。主な職歴としては、取締り部門を7年ほど、麻薬探知犬のハンドラーとインストラクターを合わせて10年やらせてもらってます。次に、細川さん、よろしくだわ。はい、私入管スタッフ川です。10月に取締り部門に配属されたばかりです。深川さんは取締り部門に配属されてまだ1ヶ月くらいなんだね。そうです。深川監視官はもちろん他の上司の方からいろいろなことを教わりながら業務を行っています。じゃあカスタム君、早速だけど午前中は陸上パトロールの業務になります。これから出発しましょう。了解だわ。細川さん、陸上パトロールはどんなお仕事なの？外国貿易船の乗組員による違法薬物の密輸事件を阻止するためには陸上パトロールを欠かせないです。僕の同僚に爆発物の匂いを探知する爆発物探知犬もいるけど、税関はテロ対策にも力を入れているよね。そうですね。私たち取締り部門の職員もテロを未然に防ぐために港における陸上パトロールを強化しています。怪しい乗組員がいた場合はどうするの？職務質問をして必要に応じて手荷物検査などを行います。細川さんも職務質問をしたことがあるの？もちろんあります。初めて外国人乗組員に職務質問したときは緊張したけど、少しずつ慣れてきて英語での会話もスムーズに行えるようになりました。習うより慣れよ。取締りの仕事は場数を踏むのも重要だね。午後のお仕事は船内検査。すごい大きい船だね。これは自動車運搬船だね。カスタム君は船内検査わかるかな？船に隠された違法薬物や拳銃を見つける仕事だね。これは麻薬探知犬の僕もやったことがあるよ。
今日はね、その船内検査と並行して実施する臨船尋問っていうのをやるよ。そのお仕事は初耳だわ。まあ、詳しい話は乗船してから説明するんで、じゃあ早速乗船しましょうか。了解。小沢監視官、臨船尋問はどんなお仕事なの？はい、主に船長から聞き取りを行うんだけど、例えば船が寄港した港や船員の人数、積み込んでいる荷物の種類など、船に関する事項を聞き取ります。Second. Yes. Now we start asking. Yes. 他にはどんなことを聞き取るの？書類を確認しながら取り締まりを行うのに必要な情報収集も行います。質問は英語で、書類も英語で書いてあるから語学力が求められるね。Who is the operator? Is this? Yes, Nippon. Nippon Yusen. What is the service route of this ship? Yes, sir. Mostly is going to Japan. Now our trade is Japan. Did you have any information about terrorism or illegal drugs? Yes, sir. We have information every time because operator sent messages regarding terrorism, trade, and pirates. So we have also looking at deal. はい、小沢監視官、今は何の業務をしているの？これかい？これね、先ほど臨船尋問で船長から聞いた内容をこうやって報告書にまとめてるんだね。聞き取った内容は報告書にするんだね。そうですね、こうやって報告書にして各税関で共有して今後の取り締まりの参考にしてます。へえ、全国の税関が協力をして取り締まりをしているんですね。そういうことだね。そうだ、ちょっと早いけどカスタム君はもう晩ご飯食べていいよ。え、もう晩ご飯食べていいの？今日はよく働いたから先に遠慮なく食べまーす。おーい、カスタム君、ご飯食べ終わったかい？ちょうど食べ終わったところだよ。小沢監視官、次の業務は何かな？この後はね、仮眠の時間になるよ。え？まだ20時半だよ。もう寝ていいの？うん、そうなんだよ。今日はね、もう仮眠していい時間なんだよね。だからこの後ね、カスタム君を仮眠室に案内する。やったじゃあカスタム君、ここがね、取締部門の仮眠室です。ここが仮眠室なんだね。たくさんベッドがあるわん。カスタム君のね、シューズも準備しておいてよ。これです。え、
僕のシーツも準備しておいてくれたんだね。とってもちっちゃくてかわいいワン。寝る準備万端だワン。小沢監視官、起きる時間は何時だワン。時間になったら起こしてあげるから心配しなくていいよ。え、ほんと？じゃあ遠慮なくたくさん寝るワン。おやすみだワン。急に明るくなったわ。なんだ。おーい、カスタムくん。起きて。仕事の時間だよ。え、もう仕事の時間だの。今、何時だわん。え？ 12 時半。さあ、業務に戻ろう。細川係員が下の指令室で待ってるよ。わかったわん。画面がたくさんある部屋だわん。細川さん、ここでは何をするの？ここは不当監視カメラのモニター室、通称司令室です。司令室では不当に備え付けられた監視カメラを見て、陸上パトロールをしている職員に無線で指示を出します。不当に備え付けられた監視カメラを活用して取り締まりをしているんだね。不審な報道をする乗組員や放線者がいた場合には、無線を使って瞬時に現在の位置や服装などの特徴を陸上パトロール班に伝えます。細川さん、日付は先ほどお伝えした通りです。では上がります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれ、高橋さんはどこに行くの？高橋さんはこれから仮眠です。取締り部門の職員は交代で仮眠や休憩をとって体を休めています。取締り部門の職員は交代しながら24時間365日の途切れのない密輸の監視取締りを行っているんだね。カスタムくん、寝ちゃダメだよ。起きて。とっても眠いわん。ところで、細川さん、今は何時だわん？今は朝の8時半です。そろそろ交代の職員が来る時間です。細川さん、カスタムくん、おはようございます。何か引き継ぎはありますか？特段異常なしで引き継ぎは特にありません。よろしくお願いします。小沢監視官、細川さん、次は何の業務かな？9時になったので、本日の業務はこれで終了です。カスタム君も到着チームお疲れ様でした。やっと業務終了なんだね。仮眠があっても、夜間に働くのは大変だということを文字通り身をもって学ぶことができたわ。小沢監視官、細川さん、忙しいのに取材に協力してくれてありがとう。カスタム君も今日は体をゆっくり休めてくださいね。それじゃあスタジオの中山さん、あとはよろしくお願いします。じゃあ取材も終わったしスタジオに戻るわ。カスタム君、到着勤務お疲れ様でした。西澤君のために体を張ってきたよ。カスタム君のおかげで取締部門の職員が交代で24時間の取締りを行っていることが分かったね。車両の運転や司令室での勤務はとっても集中力が必要なのも分かったわ。カスタム君、後半見てたよね。ところで取締部門の職員はいつ休暇を取っているの？当直の翌日は非番で、その翌日は基本的にはお休みになるんだね。当直の翌日の非番とお休みもあるから、いろいろお出かけができそうだね。
平日ならお買い物や映画館も空いていて快適そうだね。細川さんも最初は体が慣れるまでは大変だったけど、最近では非番に先輩と一緒にランチに出かけたり、趣味の料理をする時間があるよって話してくれたよ。そうなんだね。でもカスタムくんは到着初日だったから大変だったよね。本当にお疲れ様でした。それではエンディングの時間です。横浜税関放送局では税関に関する質問を募集しています。質問は主にカスタムくんが体を張って取材を行います。税関に関する質問のある方は X にてハッシュタグ教えてカスタムくんで投稿してね。たくさんの質問待ってるわ。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくわ。